とにかくティーリメンドの公式 YouTube ってどの動画を見てもかっこいいので、まあ、こんな機会もう二度とないと思ったので思い切って参加しました。やっぱり乗りたいっていう気持ちですね。赤い三人シーマー乗ってます。宇野と言います。出身は福井県です。アカウント名はアイスレーシング007です。今回バチピンに参加するにあたって一番気をつけたこと、バチピンというだけにバッチリピントが合った写真を投稿することです。バッチリピントが合ってないと参加しても意味がないので、何枚も写真を撮ってバッチリピントが合った写真を選んでいいねがたくさんついて今回優勝することができました。たくさんのいいねありがとうございました。本当にいかに綺麗にピント合わせてかっこよく撮れるか、できるだけ多くの人にかっこいいと思ってもらえるような写真を SNS でアップしてて、それが今回いいねが一番多くて Twitter 部も優勝っていう風に連絡が来た時には本当に素直に嬉しかったです。今日も一日撮影に参加させてもらって、改めて2020年の大阪オートメッセティーリメンドブースに並べさせてもらった時もそうだったんですけど、2年連続で記念になるようなことに参加できて光栄です。ありがとうございました。いろんな動画上がってるんですけど、もう見れば見るほどもう自分も乗りたいなっていう思いが強くて、もう毎日いいねがどんだけついてるのかなっていうのを気にしながら Twitter なりインスタ見てたので、いやもう本当に今回選ばれて嬉しかったですし、また次回どんな人が選ばれるかわからないですけど、同じようにこの気持ちを味わってほしいです。皆さんもバッチリピントになった写真をどんどん投稿して参加してください。